私は立命館大学グローバル教養学部、入試担当副学部長の知恵雄心と申します。まず最初にちょっと自己紹介をしないといけないですね。知恵という名前なので、一体何者だっていう、びっくりされる方もいらっしゃるかと思いますが、私は、生まれ育ちは、国籍もそうですけど、アメリカ合衆国でございます。ただし、教育は大体ですね、今までの人生の中で一番長く住んだところは、イギリスでございまして、教育はイギリス、そして日本、そして私は父親が韓国の外交官をやってましたので、韓国、そしてお母さんは日本人です。で、教育はだからイギリスと日本と、韓国一部、そしてアメリカ、そしてフランスでも教育を受けてます。で、リベラルアーツ教育は、私が子供の時から、そして、イギリスの私がいた大学、そしてカレッジでも、徹底して学んでおりまして、これを今後いかにですね、日本を、そしてアジアを中心にした新たなもの、新たな教育に変えていくかという、イノベーションですね。それに、皆さんとご一緒したいと思いまして、今、立命館大学で頑張っております。で、本日ですね、時間が、私には25分ほどありまして、その後5分ほどはですね、私の同僚の、事務局の塩澤さんが、奨学金とかですね、その他テクニカルなところを、詳細をお伝えになるかと思います。そしてその後ですね、5分から7分程度、皆さんからの、質問、質疑などを、お受けしてですね、丁寧にお答えしたいと思いますし、私の、プレゼンの間もですね、何か質問とか、ございましたら遠慮なく、そちら、ウェブを通してですね、お聞きになれば、助かります。よろしくお願いいたします。で、ですね、塩澤さんは、どうしましょう。私の方から紹介した方がよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。立命館大学グローバル教養学部の、事務局、で、入試広報、そして入試担当をされている私の同僚になりまして、今後皆さん本日の、プレゼンテーションと、お伝えした内容につきまして、いろいろ質問とか、続きの、疑問とかがございましたら、遠慮なくですね、ぜひとも塩澤さんにメール、またお電話とかですね。で、私にメールをされても結構でございます。私もプロフィールがですね、このリベラルアーツカレッジ、グローバルリベラルアーツカレッジ GLA ってよく読まれるんですけど、GLA のウェブサイトホームページに行かれると、それぞれの教員のですね、プロフィールとかウェブサイト全部載ってますので、遠慮なくコンタクトを取られるとよろしいかと思います。何卒よろしくお願いいたします。では、お願いいたし始まめす。たい。はい、どうも、塩澤さんよろしくお願いします。早速始めたいと思います。我々のカレッジの名前は、College of Global Liberal Arts ということで、Dual Degree Program って呼んでおります。これはですね、タイトルからご覧になれるかと思いますが、我が立命館大学と、オーストラリア国立大学、オーストラリアという国の唯一の国立大学で、オーストラリアの最強の、研究においてもですね、そして教育においても最強の大学とすぐお分かりになるかと思いますが、この2つの大学がですね、タイアップして、4年間の勉強を通して、皆さんきちっと修了、すべての科目をされると、立命館大学から卒業証書、そしてオーストラリア国立大学から卒業証書を、それぞれ違う大学から違うタイトルの卒業証書、学位を、もらうことになります。で、その後ですね、キャリアとか大学院進学、就職活動などにですね、いつもその2つの卒業証書を持って、世界各地、そして日本国内で、次の、ご自分のキャリアを考えることが可能になるっていう、非常に4年間ですね、2つの学位を目指すインテンシブなコースになっております。はい。で、次のスライドいきますね。大体概要です。グローバル教養学部の概要ですが、学部学科名はグローバル教養学部、グローバル教養学科っていう、名前の、学部になります。取得学位は先ほど申し上げたように、学士2つ、それぞれ違います。ジョイントとか1つに統合してではなくて、いわゆるその卒業、されるところは2つの大学になるということで、我々立命館ではグローバル教養学、学士。そして、オーストラリア国立大学ではアジア太平洋学、Asian Pacific Affairs っていうタイトルの、学士の、取得が可能になります。去年の4月にオープンしました。本当に、こちらですね、いろいろ準備とか、
立命館が本当に尽力、5、6年以上、それ以上ですかね、時間かけて、準備をした学部でございまして、昨年4月にオープンしております。で、開設場所は、大阪茨城キャンパス、立命館はあちらこちら、まあ、4カ所以上、キャンパスがございますが、大阪府の茨城市、の、一番交通立地のよろしいところに、大阪茨城キャンパスがありますが、こちらに、教育学部が、設置されております。ですね、JR から歩いて、まあ、5分、そして、阪急電車からも10分ちょっと、そして、車、高速、モノレール、すべてつながるような、大変便利な場所に、立地しております。で、4年間勉強します。で、その4年間の勉強の中で1年間は、オーストラリアに、実際移動されて、そちらのキャンパスで、過ごすことになります。で、入学時期は4月または9月ということですね。だからいずれも、皆さん、入学を、入試をチャレンジすることが可能でございます。必ずしもですね、9月、4月何かが違うではなくて、全く同じですけど、ただ世界各地から学生が来られるのと、国内でもいっぱい志願されるので、この2つの窓口を用意しております。で、4月は40名、で9月は50名、そして我々とタイプを組んでる ANU で10名ということで、100名、1年定員ですね、100名という、まあ、他の学部に比べると多少小さいですけど、その分非常にこう、ですね、教員と学生の距離が近いとかですね、非常にインテンシブなコミュニティで、勉強に集中できる環境に徹底する学部になっております。授業料ですけど、230万、1年ごとに230万でございますが、後ほど塩澤さんが説明されますけど、様々な支援策、そして奨学金とかも用意されておりますし、まあ、ということで今後、さらにですね、この、実際の230万を、すべてお支払いすることなくですね、成績が良ければ免除されることもあったり、いろんなオプションがございますので、ぜひその辺も、引き続き、連絡を取られてですね、今後の可能性について探索されるとよろしいかと思います。で、ちなみに、参考のためにですね、もし皆様が、そのままですね、立命館とか国内の大学ではなく、そのままお一人で ANU、オーストラリア国立大学に留学された場合、もし類似した科目を勉強されると、大体4万1280オーストラリアンドルということで、大雑把に言うとですね、大体この230万の倍ぐらいになるかと思います。それに現地での生活費もろもろを全部合わせるとですね、大体3倍ぐらいということで、いかにそのこのグローバル教育学部のプログラムがですね、破格的であるかっていうところも学費からお分かりになるかと思います。はい。ということで、国内学生30名、国際学生70名という構成でなっている学部になりますので、まあ、極めて国際的ということですね。で、この構成もですね、学生、今すでにお伝えした、これは単純にですね、パスポートを、いわゆる皆さんの国籍から分けている分類であってですね、実際は60%という国際学生の中にも、日系アメリカ人とかですね、ハワイからの日本の方とかですね、まあ、いわゆるその海外育ち、海外で学校だ、行かれた、その様々な、本当に多様な日本の方がお集まりになるので、このインターナショナルの中にも日本人はいらっしゃるということですね。で、この30%のですね、日本国籍の方の中にも、結構多様な、まあ、いろんな日本の方がいらっしゃいますし、海外の学生もですね、インターナショナルスクールの学生とか、海外国籍の方、そしてオーストラリア国籍の方も、日本語が流暢であったり、日本人以上に日本語を喋る、そして日本よくご存知の日本大好きな海外の学生さんもいらっしゃるので、まあ、一応こういうふうに分けてはあるんですけど、非常に国際的っていうことだけは、ご理解になっていただくと、ありがたく、存じます。で、教員もですね、ご覧の通りですね、多分日本歴史上初だと思うんですけど、女性の方が男性の方より多い、という構成になってますし、19名の先生の中で、私を含めてですね、私は国籍はアメリカ合衆国ですけど、日本国籍ではない海外国籍の先生の方が多いっていう、まあ、稀に見る、まあ、本当に日本ではほとんど見られないケースだと思うんですけど、まあ、こういう、まあ、いわゆる人間ですね、学部の中の先生と教員、先生と、ごめんなさい、学生っていう構成の段階ですでにこう国際化を目指している。徹底している学部になります。
次ですけど、グローバル教育学部で学ぶ3つの特徴、じゃあ、何が、そんなに特殊であるか、スペシャルであるかということですけど、第一、世界トップクラスのですね、オーストラリア国立大学と非常にこう、二人三脚で一緒になって連携してのデュアルディグリープログラムということですね。学位を2つ、別々、2つの大学からもらう。だから学籍も2つになりますし、皆さんは学生証を2つ持つことになります。で、カリキュラム開発、学生支援においても、ANU と立命館は非常に緊密で連携してまして、お互い本当に、助け合いながら、そしてプレッシャーをかけ合いながら、最高の品質の教育ができるように、互いをサポートする、システムになっております。2つ目が国際的な環境におけるオールイングリッシュの学びということで、基本ですね、私も日本語喋っておりますが、私も日本語は母国語ではございませんし、教室でも、そして学生指導、セミナー、その他、事務局でもですね、学生は英語のみになります。で、もちろん、寄宿舎とかですね、お互いお話もですね、英語が基本、第一言語。そして、それぞれの学生がですね、ご自分の国の言葉を、例えば寄宿舎とか寮でですね、お互い興味を持って、勉強し合うケースも見ております。だから、中国語を一緒に勉強したり、韓国語を勉強したりですね、その他、学生同士のコミュニティを使ってですね、セルフスタディグループを使ったり、非常に活発にやられているのを私が、見ております。で、三つ目が、リベラルアーツ教育を軸とした問題発見、問題解決型の人材育成カリキュラムということで、カリキュラム詳細をご覧になると、皆さんお分かりになると思いますし、ぜひ、これから機会があれば、オープンキャンパスとかですね、いろいろその実際の模擬講義とか、そういうところを体験されるとお分かりかと思うんですけど、リベラルアーツ教育というのは、極めて実践的で現実的な、いかに、今大変な時期、そして様々な状況の中で、ご自分の力を最大に出せる、本当の意味の、ハイクラス、トップクラスの人材になるかが、勝負の、教育なので、問題発見、問題解決という、そういうスローガンを出しておりますが、とにかく非常にこう、ですね、今後必要になる必須の、教育内容だと、自負しております。で、ANU とデュアルディグリープログラムですけど、先ほど申し上げたように、卒業証書2つもらえるし、もちろん両学校、両方の大学からですね、厳しいその制度、いわゆる単位をきちっと取られないと、そういう学位は出ませんので、ただし、ヒントとしては、ですね、絶対単位を落とさず、どちらの科目、どちらの大学の両方の科目にもきちっと、勉強してですね、必要な単位を、成績を取ると、124単位が立命館から、そして190ユニットですけど、取られると必ず、両方から学位がもらえるっていう、そういう、デュアルディグリープログラムの特徴がございまして、現時点では日本初ということで、こちらのですね、すり合わせが非常に大変だったんですよね。国の制度も違いますし、大学の制度も違うので、その両方がですね、お互い密に議論をし合いながら、いかにこう、スムーズにですね、両方の勉強を統合して、また別の2つのそれぞれの学位を取れるようにするかは相当時間をかけております。はい。ということで、こちらもご覧ください。で、オーストラリア国立大学というところですけど、とにかく研究力はもう世界最強大学の一つになっております。そして教育におかれましても極めて厳しいですね。本当に立命館大学だけでなく ANU 側にもプレッシャーをかけるケースが多いんですけど、先生たちはとにかく必死に、もう本当に最善を尽くして、教育に専念しておりますし、そのクオリティの高さは本当に、私が確信を持って皆さんにお伝えできます。で、オーストラリアナショナルユニバーシティという ANU と呼ばれますけど、こちらの大学は大体世界大学ランキングで、その QS 世界大学ランキング、今年のランキングで29位をしています。で、一時高いとき、もっと高いときは16、7位まで行ったこともあるかと思うんですけど、なんでしょう、これ29位ですかっていうことになるかと思うんですが、全世界にですね、今、地球上に
大学という名前を持って存在する大学の数がですね、大体2万8千から9千ほどあるんですね。その中で29位ということになりますので、どれほどのレベルであるかは、大体皆さん想像ができるかと思います。まあ、基本、1位から100位の中にある世界各地の大学というのは、まあ、大体、まあ、いわゆるハーバードとかスタンフォードとかですね、まあ、イギリスのオックスフォードとか、まあ、いろいろそういう大学かと思うんですけど、まあ、100位の中に入って、まあ、29位ってとにかく半端じゃないランクだと思うんですが、まあ、オーストラリア、まあ、という国がですね、一番、自信を持って、まあ、トップ大学であると、世界に自負している大学とタイアップをしているということをお伝えしたいと思います。で、その中で、コーラル・ベル・スクールといって CBS ですけどね、こちらは、地域研究、そしてアジア研究、そして、外交、そして安保、その他、世界の平和関係の研究におかれましては、確実に世界トップクラスの研究をしている大変素晴らしい、学部でございます。こちらで皆さんも勉強することになります。で、オーストラリアという国は、ご存知の通りですね、イギリス、そしてヨーロッパ、アジア、まあ、それぞれから、それぞれの地域から来られた方々はですね、国を成している国でございますが、とにかく多文化で、多言語で、もちろん英語は中心ですけど、その分、すごくフレキシブルで、オープンな社会であるということですね。まあ、その、文化をですね、皆さんも吸収することになるかと思います。そしてもう一つ私がここに書いてないんですが、お伝えしたいことは、オーストラリアという視点に皆さんが立たれて、ご自分の日本国、日本の文化、そして日本人というものをまた見直す機会になるかと思いますので、大変このプログラムを通してですね、ご自分のアイデンティティ、そして日本とは何ぞやということについて、じっくり考え、また勉強する機会が、提供されるかと思います。はい。で、次のスライドですけど、まあ、先ほど申し上げたコーラル・ベル・スクール、我々のか、まあ、一緒にやられている看板学部ですよね。英入の中でも特に優秀な学部の、世界ランキングも出ておりますが、そのポリティクス・アンド・インターナショナル・スタディス、いわゆる政治学、そして、国際関係学、その他地域研究におかれまして、それぞれの大学ランキング出てますが、世界大体8位ということですね。これも凄まじいですね。この政治学、国際関係学を持っている大学で世界も何万もあるかと思うんですけど、その中で8位、まあ、この1位と8位の間を行ったり来たりしているということで、こちらの名前、大学の名前をご覧になると、大体、皆さんご存知かと思います。まあ、ここで皆さん勉強することになりますね。はい。で、ANU のキャンパスですけど、はい。私、こちら、立命館に私は就職したのが2011年なので、もうそろそろ9年、10年近くなってきますが、それ以前にも私は、ANU とかオーストラリアに親戚もいますし、何度も行く機会があって、で、しかも、偶然の一致ですけど、私のいとこの一人が ANU の教員もやっておりましたので、こちらに、何度も行っております。とにかくですね、写真でご覧の通りですね、広い、そして綺麗、そして本当に安全でですね、勉強に専念できる環境でございます。で、もう一つ良いところは、大阪茨城キャンパス、大阪という、いわゆるテクノシティですね、もう本当に世界の最先端を行く、日本のそのテクノロジーのイメージ、そして日本のこの大都会のイメージ、まあ、そういう環境文化をもちろん体験されますし、同時にある意味ですね、大自然と、まあ、広々としたですね、日本では、まあ、本当に北海道とかですね、もっともう広いところに行かないと体験できない、そういう環境が揃ってますので、皆さんはその4年間勉強する中でですね、物理的、空間的な体験におかれましても、非常にこう、違う、環境の中で、いろんな体験ができるかと思います。ということで、ANU キャンパス、まあ、こちらにちょっとお見せしました。で、グローバル教育の3本柱を中心とするカリキュラムということですが、こちら必要であれば、私が今後、もしメールとかですね、その他直接お目に、まあ、そのイベントとか書かれることがあれば、また説明できる機会があると思うんですけど、Liberal Arts Education というものそのものですね、Liberal Arts という教育は、実は古代ギリシャとかですね、今、西洋といわれる、いわゆるヨーロッパとか、北米、オーストラリアも含めてですね、この西洋文明の中のエリート教育、
それこそリーダーになる方、トップ指導者になる方、そして経営者になる方、もうとにかく皆さんの、それぞれ、その西洋のそれぞれの国のですね、いわゆるリーダーになる、そういう方々を徹底的に訓練する一つのカリキュラムとして、約2500年の時間をかけてですね、磨いてきた教育技法になります。で、機会があればぜひその辺書籍とかいろいろお調べになるとよろしいかと思いますけど、その中に、トリビューンといって3つの必ず必要である、リベラルアーツの教育の核心がございますが、私はそれを再解釈をしまして、その3つのですね、ロジック、レトリック、そしてグラマー、この3つですね、文法、そして習字法、そして、論理ですね。この3つの、一番重要とされるそのリベラルアーツ教育の中の、コンセプトを、今後ですね、日本を中心としたアジアの視点から、新たなリベラルアーツ21世紀型を考えたときに、どのような科目のストリーム、いわゆるクラスターが必要であるかということを考え込んでですね、出てきたのがこの3つのキーワードになります。で、コスモポリタン・スタディス、シビライゼーション・スタディス、イノベーション・スタディス、この3つのストリームの中でですね、世界の今までの多様性、横の広がりを徹底的に学ぶ。そして、世界の縦のつながり、いわゆる歴史とかですね、文脈の中で世界がどのように展開したかを学ぶクラスター。そして最後にですね、それをもとにですね、ご自分のアイデアと独創性、クリエイティビティを活かして、今後ご自分だけでなく、周りのコミュニティとですね、みんなの同僚、そして、皆さんと一緒にですね、どのような新たな未来を作るかを考える。そしてそれを実践してみる。そういう科目が入っているところはイノベーションスタディスになります。で、大体この3つの軸がですね、皆さんがこの4年間の時間をかけて、特に立命館の方で勉強する内容になります。で、それをですね、もう少しこうばらけて皆さんにお伝えしますと、この3つの柱を中心に、ここに丸々、丸々書いてあるかと、周辺に丸々がいっぱいありますが、これはそれぞれの先生、19名の先生たちの、それぞれの専攻ですね。教えるときとか、今実際研究している内容が関わっている、それぞれの科目、まあ、テーマが、並んでおります。で、例えば私個人の、紹介をしますと、私は経営史、ビジネスヒストリーとかですね、技術経営論、マネジメントオフテクノロジー、イノベーションマネジメントですね、いわゆるその、企業の歴史とかですね、あるビジネス、そしてある技術、テクノロジーが、どのように展開し、どのように開発され、どのように皆さんの役に立ってきたかを歴史的にも研究しますし、それをまた今日の組織、企業組織、それにもつなげてですね、例えば政治、経済、そして皆さんの文化、まあそういうものがどのように関わってくるかを研究し、皆さんと議論することになっております。で、他にもですね、情報工学、IT とかですね、認知心理学、脳科学、ブレインサイエンスですね。まだ、未知の世界というのは我々の脳ですけど、人間の脳はどのように働くかという、ことも教える先生いらっしゃいますし、デザイン学ですね。まあ、それぞれのインテリアデザインだけでなくですね、様々な、まあ、ご自分の人生のデザインでもいいですし、そういうデザインも勉強します。で、もちろん政治学、国際関係もやります。そして、東南アジア、東洋の歴史、そしてメディア、その他ですね、世界史、そしてもちろん、アートも勉強しますし、で、その他日本語、まあこれ海外の学生がよく受けますけど、日本の方の中にも海外育ちの方は日本語を勉強したいという方もいらっしゃるので、徹底して日本語も、教育をすることになります。まあ、こういうふうにですね、先ほど申し上げたこの3つほどの、3つのピラー、いわゆるそれぞれの柱を軸に、この授業、科目がすべてテーマがですね、お互い連携し、展開していく。それで先生たちが一緒に共同して、徹底したその教学プログラムを皆さんに提供することになっております。で、大体4年間どう勉強するかっていう流れですけど、1回生、まあ1年生ですね、関西では1回生って言うんですけど、1年生の時に、Essentials of Global Liberal Arts っていうプログラムで、いわゆるまあ、簡単に申し上げますと、基礎体力をつける。いわゆるインテリとしての基礎体力をつける。先ほど申し上げた、論理的な思考、そして、習字法、
そして、グラマーですね。文法というのは、まあ、どのように言葉を正しく喋る、そして文章を書く、まあ、そういうことに関わるかと思うんですけど、そういう基礎、まあ、体力、基礎知識を徹底して磨くのが1年生でなります。で、2回生、2年生に移ってからは、先ほど申し上げた3つのそれぞれの科目からご自分が興味がある、そして好きな科目を先生と相談しながら、選んでに勉強することになります。だからそれぞれの学生がですね、この3つのクラスの中から、微妙に違う、科目を選んで構成することになりますから、みんなそれぞれ少し違うと思うんですね。はい。で、3回生の時は、オーストラリアに移って、コーラルベルスクールで、オーストラリアの、いわゆる、プログラムを受けることになります。ただし、2回生の時の後期からは、オーストラリアの国立大学の先生たちが、まあ、立命館に来られて、実際、2回生の、後半からは、オーストラリアのプログラムを受けます。で、4回生の前期も同じく続けて受けますので、これをもって、2年間の永遠の教育を受けることになりますし、立命館も1回生、そして2回生の半分と4回生の半分ということで、2プラス2で、いわゆるその両方の学位が取れるという構成になっておりますね。はい。まあ、これが全体の流れになります。4年間どのように勉強するかということですね。はい。で、まあ、我々立命館の方では、先ほど申し上げたように、専門知を活かす土台を作る教養の柱ということで、この3つの柱を持って、皆さんがご自分の今後のキャリアを考え、また大学に進学される場合は何を専攻するかを考えることになりますし、ANU、まあ、オーストラリア国立大学の方は、アジアの国際社会の変化などをオーストラリアの目線で、そして日本の目線で見ながら今後を考えるということで、この4つのですね、それぞれの科目に専念することになりますので、ご覧ください。で、カリキュラム科目の例はこちらにあります。実はですね、これ皆さん、パンフレットとか、我々のホームページに行かれると、詳細が全部記載されておりますから、ご覧になれます。それぞれこちらのテーブルはですね、先ほど申し上げた、立命館大学と、オーストラリア国立大学の科目の詳細が、出ております。例えば私はですね、先ほど申し上げた1年生の時の、Essential of Global Liberal Arts、 こちらも教えてますけど、私がその後2回生、そして1年生の時に教える科目としては、こちらにある、Innovation Studies っていうところの、Knowledge and Innovation とかですね。はい。こちらを教えてます。で、その他、インターンシップとかですね、他に、テクノロジー、イノベーション関係の、そして経営学関係の、まあ、場合によっては経済学も私やっておりますので、そちらの系の、系統の科目を皆さんに、享受することになりますので、ご覧ください。いろいろそう、こういう科目が全部揃っておりますので、一度ご覧になってですね、これは面白そうだって考えるところは、志願し、志願し、えっと、アプリケーションフォームを送られるときに、ぜひ、言及されるとよろしいかと思います。だから、これですね、この図がですね、先ほど私がお見せした、図の、全体の流れがどのようになっているかの、流れの説明ですけど、4月入学をされた場合ですね、皆さんが、1年生の時は、まあ、いわゆるその日本でですね、立命館の基礎科目を徹底して学び、2年生の時からは、半分、立命館の科目、そして ANU の科目半分、それぞれ。で、3年生の時は、オーストラリアに移られて、ANU の科目を徹底して学ぶ。そして、4年生の時に日本に戻ってきて、半分は ANU の科目、そして半分は立命館の科目を受けながら、両方の科目を全部受けて卒業するっていう流れになるかと思います。はい。で、徹底的な、学びの仕組みということで、チュトリアルとレクチャーということで、毎週ですね、2回同じ科目を勉強します。で、1回は、私とか私の同僚、教員がレクチャーをし、もう1回目は学生が主導する、チュトリアルということで、学生それぞれが、プレゼンをするなり、ご自分が学んだことを議論し、先生はそれをサポートし、支援をする形の教育になりますので、同じ科目、同じコンテンツを週ごとに2回やることで、徹底して、ご自分が学んだことを、頭に叩き込む。
そして理解する、そしてチュートリアルでもう一回それを、確認するという、まあ、仕組みになってますので、とにかくですね、インテンシブで勉強としては非常にこう、タイトなスケジュールですけど、確実に世界トップクラスの教育の品質が提供されていると私は自負しております。私が今まで、体験したどこのイギリスのフランスのアメリカの韓国の日本のどちらの大学よりですね、非常にこう、インテンシブで確実に学生が理解できるような授業、そして指導を行っていると確信しておりますので、ぜひその点もう一度ご確認ください。はい。で、学生支援室ということも、ところも設置されてますので、勉強する中でですね、悩みとかわからないとき、そしてなんかいろいろ先生以外の方、または先生と相談したいときは、ぜひ学習支援室にお越しになるとよろしいかと思います。いつも皆さん、学生、どなたでもですね、できるようにオープンされて、相談できるようにオープンしてますし、準備してますので、ぜひこちらも活用できればと思っております。で、大塚茨城キャンパスですけど、まあ、こういうウェブサイトにもいっぱいあるし、YouTube にも結構載ってるかと思いますが、最先端の立命館から自慢する、2015年オープンしたばかりのキャンパスになります。大変ハイテクでですね、綺麗ですし、中にはもうコンビニ、そして食堂、スターバックスとかですね、高級レストランとかですね、いろいろ大変施設は揃っておりますし、キャンパスの中は、非常にこう茨城市の市民たちと共有されている部分もいっぱいありますので、さまざまな年齢の方々が、お越しになって皆さんとご一緒になるかと思います。で、これが例えば皆さんが泊まれるドミトリーですね、寄宿舎の中の一部、能舞台があったり、日本の和風のその部屋もあるということですね。はい。で、国際寮 G ハウスの中はこのようになっています。もうとにかくピッカピカです。大変便利で安全で、そして綺麗な、寮で、学生たちは、この中で生活することになりますし、図書館も教室も走れば2、3分で行けますので、遅刻したりですね、欠席することが、実はあまりできないという、非常にですね、密着した、インテンシブな生活になるかと思うんですけど、確実に世界トップクラスの、インテリになると確信します。これがそれぞれの部屋、そしてキッチン、共同、スペースですね。その写真になります。はい。で、こちらがですね、講義、ご覧の通り非常に少ないです、学生の数。これ1回生の時の、競技ですけど、こういう授業をやり、チュートリアルの時は、まあ、先生前に立ってますが、学生が主導して、先生がそれをサポートする。もう1回勉強するっていう週ごとのですね。はい。で、まあ、これ、就職セミナーとかですね。そして、グローバルラウンジという皆さんがくつろげるところで先生と相談したり、まあ、談笑している姿の写真になるかと思います。とにかく、ホームページをご覧ください。そして、ブローシャーですね。パンフレットもご覧になればと思います。で、ちょっとここで、私、塩澤さんにパスしたいと思うんですけど、いかがでしょうか、塩澤さん。はい。はい、お願いいたします。じゃあ、次のスライドに行きます。はい。はい。はい、ではこちらからですね、奨学金について少し簡単にご紹介したいと思います。立命館大学の方からですね、ANU に1年間留学に行く際に合計で100万円の奨学金を渡しております。100万円というのがですね、具体的にどのようなものなのかということになるんですけれども、例えば、寮費であったりとか、航空券とか、そういったものを合わせると大体それぐらいになるだろうということで、皆さんのバックアップができればというつもりで作っております。続きまして、次のスライドに参ります。入学時のですね、語学スコアについて簡単にご説明ができればと思いますけれども、私立大学の場合、多くの場合はですね、TOEFL IELTS では68、IELTS では6.0という入試の基準がございます。9月入学の場合に関して、もしくは入試の種類によってはですね、TOEFL IBT が80点、IELTS が6.5点と、またそれぞれのコンポーネントにもですね、指定があったりしますので、詳しくは要項を見ていただきたいんですけれども、そういった形で指定がございますので、もしも受験をしようかなと考えていただいている方につきましては、こちらの方をご確認いただければと思います。また、実際にですね、ANU の科目を取ろうと思ったときに、必要となるのが、英語と成績の両方の、スコアになってまいりますけれども、英語の場合については、TOEFL IBT が80、IELTS が6.5必要になりますので、ご注意ください。成績に関しましても ANU の GPA 換算で4以上ということで、これは
なに難しくないとは思うんですけど、きちんと授業に出席して、きちんと単位が取れていれば問題がなく、プレイができるような成績になってますので、授業の方はご安心いただければと思います。そういった形でハードルがいくつかございますということもですね、今回ご紹介できればと思って、このような形でスライドをつけておりますので、またご不明点とか分からないことがありましたら、いつでもお電話でもメールでもいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。塩澤さん。時間的にはあまりもう時間がないかと思うんですけど、いかがでしょう。何か質問とかある方は遠慮なく、お手を挙げるか、お気になればと思いますが、いかがでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらにですね、質問いくつか届いていますので、こちらからお伺いさせていただければと思います。はい。はい、ですね、まずですね、オーストラリアで学ぶ期間は1年間ということですが、留学を延長することはできますかという質問が出ているんですが、いかがでしょうか。留学の延長の方ですか。はい。現時点では、実はその時期というものは、もうフィックスされていますので、多分もし、オーストラリアにもっと滞在される場合は、ビザのこととか、その他、大学のプログラムとして、こうフレキシブルに変えることはちょっと現時点では設定されてないかと思います。なので、もしその延長をどうしてもということになった場合は、必要に応じては、ちょっと休学をされて、ご自分でそのオーストラリアで滞在をされて、また復帰するということもあり得るかと思いますし、その休学という響きがどう響くかということですけど、今の時代は本当に学生がご自分で主導的、受け身じゃなくてですね、ご自分でキャリアをデザインして勉強する時代なので、それもあり得るかと思います。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、次の質問なんですけれども、募集人数が日本国内からだと30名ということですが、大体倍率っていうのはどれくらい例年あるものですかという質問が来てるんですが、いかがでしょうか。はい。これは、塩澤さん、私が答えた方がよろしいでしょうか。的確にですね、何点何倍とか、そういう説明はちょっと難しいです。まず、栄養入試ということで、基本志願書を出されている時点で、大体もうすでに、ご自分は合格できるっていう、まあ、なんて言えばいいんでしょう、必要な要項はいろいろ条件がありますよね。英語力とか、その他、もろもろがあるかと思うんですが、それをパスした方々が送られてくるので、他学部に直接比べてくださいということであれば、倍率そのものは、普通の日本の大学とは異なるレベルで、合格率が高いと思うんですね。その理由は、そもそも志願書を送られている時点で、合格に近い方がやっぱり出されるということ、特徴がありますので、あとは栄養入試なので、その中で必要とするエッセイとかですね、面接でいかに、いいパフォーマンスをされるか、この次第でございます。はい、ありがとうございます。あと、ちょっとお時間が来てしまいましたので、最後の一問にさせていただきたいと思いますが、入学後の英語力ですね、英語力のハードルをクリアできなかった場合は、卒業できなくなりますかということですが、おそらくオーストラリアに行くときに、取らなきゃいけない英語のハードルかと思うんですが、いかがでしょうか。そちらはですね、もちろん英語ハードル、トッフル、例えば IBT80 っていうものが、オーストラリア国立大学では、絶対必要だと言われてます。で、もしこれをクリアできなかった場合は、決してこれは悪いとか、そういうものではないんですけど、デュアルディグリーからシングルディグリー、いわゆる立命館大学のプログラムをすべて4年間受けて、立命館学位のみを取る、トラックもございますので、その点、卒業ができなくなるとか、そういうことは、もうすべての科目を落としたりですね、クリアできてない場合は、それはどの大学も卒業できないのが当然でございますので、クリアできて、きちっと、オーストラリア国立大学、立命館大学の条件をクリアすると、2つの学位を取れる。そして、もし、英語80ハードルが超えられなかったとか、1回生、2回生の時のアカデミックハードルが超えられなかった場合は、シングルトラックにも移れますし、で本当に留年も場合によっては、不可避かなと。ただし、とにかく学部のプログラムに沿ってですね、きちっと勉強し、英語だけそうですね、トーフル IBT80 を超える、努力をされるとですね、
無難に2つの学位が取れて、さらに成績が良ければ奨学金も用意されておりますから、その点非常に私は魅力的な学部だと考えております。私の目線から見ても本当に魅力的です。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、以上とさせていただきますが、今の時間内でですね、お答えできなかったものに関しては、予約時にご登録いただいたメールアドレスの方にですね、お答えを送ることができますので、この後も、もし聞きたいことが思い浮かんだら、大学名を入れていただいて、質問の方を送っていただければと思います。はい。ではですね、以上で、立命館大学、教養グローバル教養学部の、お時間を終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。お待ちしてます。よろしくお願いいたします。